水中ステージか。もうここはめっちゃ暑いからちょうどよかったぜ。ただ、新しい敵がいるから注意してね。わかったぜ。猫スーツもあるし、これは1ポイントいただきだな。シュモックの縄張り。シュモック？うん、サメみたいなやつだね。サメですか。マリサさん、気をつけてくださいね。任せろ。だが、水中ステージだと走れないのが難点だよな。ペンギンスーツがあればいいのにね。あれは相当便利だからな。マリサ、そこのうずうずは流されるから注意してね。オッケーだぜ。そして、こいつがシュモックだよ。ちょ、なんかトゲトゲのやつがついてるぞ。うん、こいつはやっつけられないから、避けながら進んでね。厄介だぜ。だがよく見た感じ、同じところしか通らないみたいだな。この性質を利用して進んでいけそうですね。あ、マリサ、そこの箱の奥にグリーンスターがあるよ。オッケーだぜ。これか。しかし操作が思った以上にしにくいな。地味に月層も厄介ですしね。こいつは初期の頃から厄介だよね。無視して進んでいくぜ。二つ目のグリーンスターはどのあたりだ？シュモックがたくさんいるところだからね。この土管の先だよ。わかったぜ。でもマリサさん、よくそんなに息が続きますね。ああ、私は一流のブリッツボール選手だからな。ブリッツボール？前にも言ってなかったかそれ。あはは、確かにな。それはいいとして、このシュモックのどれかにグリーンスターを持ってる奴がいるよ。そうか、とりあえず上の方で待機するか。この辺りでいいんじゃないでしょうか？そうだな。さて、グリーンスターは、と、あった。これで二つ目もゲットですね。楽勝すぎてハゲそうだぜ。そのままハゲちゃってもいいのよ。やんねえからな。さあ、どんどん進んでいくぜ。最後のグリーンスターを取るにはファイヤーが必要だからね。ちゃんと温存するんだよ。ああ、ダメージ食らわないよう頑張るぜ。ここの土管でいいんだな。そうだよ。あれ、地上に出てきたぞ。マリサ、ここは特に何もないから先に進んでいいわよ。そうなのか。じゃそこのお前、ちょっとその甲羅よこしな。格上げしてる。かっこいいですマリサさん。いやかっこいいとかそういうんじゃなくて。この甲羅はもういらないぜ。ちゃんと返してやれよ。なくなっちまったぜ。ひどい。さて、また水中に戻ってきたのか。うん、ここから難しくなるから気をつけるのよ。わかってるぜ。シュモックのトゲが回転してますね。ああ、ここは流れにそうしかないようだな。マリサ、そこに三つ目のグリーンスターがあるよ。ここは上側からファイヤーでトゲトゲを取らないといけないわよ。なるほど、下から行ったら取れないんですね。うん、ダメージを食らって戻されちゃうんだよ。なるほどな、だからファイヤーが必要だったのか。さて、あとはハンコだけだが。うん、そのまま先に進んでね。へいへい。しかしここも複雑な構造でできてるよな。はい、上がったり下がったり、自分がどこにいるのかわからなくなりそうですね。マリサは極度の方向音痴だからね。ちょ、そんなことないぞ。マイクラでかなり道に迷ってたお前が何を言ってるんだ。今はマイクラ関係ないだろ。それよりハンコの場所はどこだ？すぐそこだよ。シュモックが上下の交互で出てくるからタイミングよく進んでね。ああ、これぐらいならできそうだぜ。お、あれか。これは取るのが難しいですね。私ぐらいの実力があれば楽勝だぜ。いつもそれ言ってるよね。お前もな。言ってただけ。むしろ霊夢が一番言ってるからな。そうだぜ。むむむ。まあいい、ここをうまくかいくぐってあっち側に行くぜ。なんか、イライラ棒みたいな感じでしたね。ああ、確かにそうだな。さて、ようやくゴールだな。視聴者のみんな、私のニャーを聞けて嬉しいだろうぜ。ただ、シュモックがいるから注意してよね。ふ、こんなのリズムよく行けば簡単だぜ。ちゃんと目を離さず見て。綺麗にフラグを回収してくれたね。ここまで爽快にやってくれると逆に気分がいいというかなんというか。別に好きでフラグを回収したわけじゃねえよ。いや、でも皆さんもやってますし。ね。はぁ、せっかくのニャオが。またいつか言えるさきっと。めっちゃ悔しいぜ。皆様、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひコメント、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガでは、通常より1日早く最新動画を配信しております。ポコニャンの動画を誰よりも早く見たいという方は、ぜひメルマガ登録をしてね。チャンネル登録は、左側をクリック。メルマガ登録は、右側をクリックしてください。スマホ、タブレットの方は、動画の説明欄にリンクを貼っておくので、そちらをクリックしてね。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。またねー。